こんばんは、粘土の佐藤貴です。こんばんは、クリストモコです。デザインを音で楽しむジェンウェブクリエイディオ、今夜もよろしくお願いいたします。お願いします。7月31日、もう7月は終わりました。終わっちゃいましたねそうですか。なんか小さい時とか、まあ、学生の時とか、はい、夏休みで7月31日ぐらいだとまだのんびりしてるか、宿題をやってるかやってないかみたいな。大木さんは早めにやる方。僕も完全に早めにやりたい方でしたけどね、うんうんうん、私もそうですね、うん、なんかもう全部終わらして、はい、であともう自由に遊びたいっていう、はい、もう誰にも何も言われたくないみたいな気持ちが強かったのかな。あと本をずっと読んでたかったかな。へえ、どうでしたか。いや、僕思い出してたのが、うん、その結構夏休みの前半に課題とかを大学の時とか終わらせてしまうと、学校が始まって提出してからそれをプレゼンテーションするみたいなケースがあって、うん、覚えてないんですよねなんだっけこれみたいな感じになったりしてましたけどね。でも学生時代いましたけどね、その本当にギリギリまで追い詰められないと、うん、追い込まれないと、うん、100% の能力を発揮できない人っているんですよね、うん、まずタイプありますよね。ありますよね。ゆとりを持っていかないと能力を出せない人と、何かこう何ですかね、ハングリーな状態で、いやハングリーでも追い込まれてるハングリーとは違いますよね飢餓感というか、あ、ぐわっとなんかね、以前ゲストに斉藤匠さんいらっしゃった時に、はいはい、そんなことおっしゃってませんでしたっけ。なんかこう飢餓感というか、うん、満たされていると、うん、100% の演技というかそういう能力を発揮できないなんておっしゃってましたけどね、はいはい、それにちょっと近い。そうですね、その場に行ったら何すればいいかすぐ分かるって言いました。はいはいはい、なんで事前に準備とかしすぎないとか、はいはい、体調も良くしすぎないみたいな、うん、寝すぎないとか、そんなことを斉藤さんおっしゃってたと思いますけど、うん、多分それに近いコンディショニング法なんですかね。どっちが正解かとかないんでしょうね、きっとね。でも今年割と夏休みがない子たち多いのですが、まあ、あってもちょっととか、ペース配分がどうなってる、どうなるかなみたいなね。まあそうですよね。ねえ。ですね。なんか7月30日で途方に暮れてる。何月、はい、ね、まあ、まだまだ夏はこれからでございますけども。そうですね。はい、深夜3時までこの後もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、番組にこういうメッセージ届いております、はい、ラジオネーム全部赤いさんからです。先日のトイレトークがこの番組のデビューです。佐藤さんにデザインの質問です。エレベーターのドアを開ける閉めるのボタンのサインで三角が対に並んでいるデザイン、うん、ありますかね。三角の、うん、あの角が内に、まあ、てっぺんのところが内に向かっているのが閉めるで、三角の角が反対で外向きなのが開けるですよね、うんうん、でもその三角の角の意味がパッと見た印象でわからないことがあります。閉めるの三角はそのちょっと三角のてっぺんの方が内側にあるから、あの見た目空間が空いているイメージのようで、開けるのようにも見えると。ああ、うん、なるほど。で、三角の角が示す方向性の意味が矢印が示す方向性よりも弱いのが原因だと思うんですが、どうなんでしょうか。矢印として認識するよりも三角として認識してしまうってことですよね、うん、きっと、うん、で棒、三角 の、 その棒、矢印の棒の部分がないとちょっと分かりにくいってことですよね、うんうんうん、矢尻しかないですもんね。確かに矢尻って言うんですね。矢尻って言いません。この三角のところ、あの先端の、おお、はい、ぶっ刺さる方ですね。ぶっ刺さる方そうだな結構デザインで資料とか作ってると矢印多用するんで、はい、矢尻もうちょっと 10% 小さくとか、矢尻三角じゃなくて、あのくの字のやつにここはした方が見やすいんじゃないとかでよく使ってますね、矢尻。失礼、矢尻、はい、でも矢尻って変ですよね、尻、うん、またトイレと、いやいや違う、やめてよもう。そうじゃ、やでって頭ですよね、あれはね。や頭ですよね。そうだね。あ、でもさ、
もあそうだね、そうですね。僕なんか間違ったことをずっと十何年以上デザイナーに伝え続けてたんですかね。矢頭、いや矢印です、ね、いやちょっとそこじゃないんですよ、ね、あそこじゃないですよねでも矢印が示す方向性よりも、まあ、三角だと弱いのが原因だと思うんですが、どうなんでしょう。たまに人が入ってきそうな時に開けてあげようとして、あ間違って閉めるボタンを押してしまい慌てることがあります。 あるあるですね。あいやあのそんな意味じゃないですよつって慌ててね。でも最近そのコロナで、はいはい、なんかこうドアを開けてあげるのがいいのか、うん、気を使ってむしろ閉めて先に行っちゃった方がいいのかって気を使うこと、うん、あとは気使って入らない場合もありますもんね。そうですよね、そうですよね、入りたくないって思ってるのかなと、ね、なんでドアを押さえたりもすごい悩んだりするんですよね。ああ、分かる、うん、そうですね。でも分かりにくい、なんかとっさは、うん、とっさの判断を求められてるからねでも、うん、分かりやすい。そうか、矢印が2つ内側を向いてるっていう風に感じるより、なんかこう扉が開いてるというか空間のこうパースが効いてるっていうんですかね、ちょっと分かる気がします。開いてるっていう風に見えて、三角が2つ外向いてるとちょっとこうコンパクトに見えてしまったように見えるんですかね、うんうん、ねそのそうね、三角の部分を見るか空間の部分を見るかで違うわけですよね。この方多分そういう空間認識能力というか、そうですよね、造形認識能力がすごい高い方なの、うん、多分平面として見るよりも立体として見ちゃってるわけですもんね、うん、それは羨ましいな、うん、開ける閉めるもまあ感じとしては門構えだから分かりにくいですよね。確かにパッと、まあ、赤とグリーン色ですかね、うん、そうなると。なんか好きなエレベーターのボタンデザインとかあります？海外とかに行くと、ああでも海外で印象に残っているのは、うん、閉めるボタンがすり減ってないっていうか、うん、日本ってすり減ってますよね、うん、閉めるボタンが、あん使いすぎてみんなが押してるから、うんうん、それをよく見かけて、で日本ってなんか、はい、そういう時間を頑張って節約している割にどっかで大きく時間を失ってそうだなって、うん、なんて失礼なことを今言ったんでしょうねえ日本人わかりますよ、その押してまで急いで閉めるなんか急いで閉めてっていう、そこで急いでるんだけど、うんうんはい、実はなんか時間の節約にはなってない可能性があるのかなとかって、ぼんやり海外のエレベーターのボタン見て感じたりすることってありますけどね。あまり海外で閉める開けるってむしろ閉めるボタンってないケースも多いですかね。開けてあげるのは必要だけど、安全上もそうだと思うんですけど、開けてあげるのは必要だけど、わざわざ閉めるっていう状況がないよねっていう発想なのかもしれないですよね。閉めるボタンがいるかいらないかっていうところもあるわけですね。なんか当たり前にあると思ってるけど、本来は開けるだけでも問題はない、ね、なかったらないで、多分なんかから逃げてる時とか事件で、いや、なんか追われてる時とか、あでしまったら手がバンってこう間に挟まるそうで、はいはい、ガッて入って、いやいやいや、じゃあ意味ないじゃないですか、ね、結局ガッて入ってきたらやっぱり閉めるボタンいらない。あそうか、うん、そうですよね。僕あと僕はあの海外 の、うんはい、その泊まるホテル、はい、まあまあまあそんなしょぼめのビジネスホテルが、うんうん、パリだったら大体ここかなと、ミラノだったらここかなとかなんとなく決まっていて、そこのエレベーターのボタンを押した時の女性の声を聞いてホッとしますけどね、うん、どういう意味ですか、女性が喋るんですか。扉が閉まりますとか次は5階ですみたいなの言うじゃないですか。それを聞いて、はい、あパリに帰ってきたみたいな、ホッとする。かっこいいわ。あ確かにそういう、まあ、感じ悪かったですねいやいや、まあ、日本語で喋るわけじゃないでしょあ確かに確かにフランス語で、あへえ。それで言うと、ここは六本木のエレベーターも僕はあれですけど、はい、毎回気になるのが5階でございますって女性の声で言うじゃないですか、うん、なんか言い訳してるみたいに聞こえるなって毎回僕気になるんですよ。5階でございますみたいな丁寧に何か否定されてる感じ、それは5階でございますっていう、そう僕ここのエレベーターもすごい好きなエレベーターの一つですけどね。やましいんじゃんことなんかあるじゃない、5階でございます5階でございます、そういう捉え方なんだ。ありますけどね、私なんかはい、エレベーター の、はい、ボタンで言うと、うん、私好きなのが あって、はい、銀座 の、まあ、資生堂パーラー銀座本店のなんですよ。どんな感じなんですか。なんか楕円のような感じでね、なんていうか数字が下から上とかではなくてですね、直線じゃない、直線ではなくて、うん、絵の具のパレットは時計みたいに左からこう描く感じで 1,2,3,4 こうってこうなっているんですよ。で真ん中だったかな、はいはい、押す押さないっていうのが、あ、なんじゃ押す押さないじゃない、押す押さない、それ
自分のチョイスだった。大島翔太君。開ける島。開ける島。はい。があったんですけど。押さないっていうボタンあったらシュールですよね。どうしようって迷いますよね。こう。本当ですね、押さない。ん押しちゃいけないボタンなのかなみたいな。絶対押さない。なんかちょっと可愛いんです。丸くてね。可愛いですね。へえ。なんか一瞬、どこしたらいいんだろうって思うんですけど、でも眺めているのもなんか楽しい。ちょっとでもたまにありますよね、あのエレベーターのボタンでちょっと押した時のあのカチッと感みたいなのが気持ちいいボタンってありますよ、あのキーボードでも分かりますけど、はい、あのカチカチが好きな人と、もうちょっとふかふかしたキータッチのが好きな人、ちょっとなんかそれに近いエレベーターのボタンをして、あ、なんか気持ちいいなってありますよね。ありますね。めちゃくちゃ嬉しそうですよ。すもうその辺専門でいつもね。なんでこんな嬉しそうになっちゃう。あれですよね。この間のボールペンみたいなね。ああ、確かにカチカチ感ですね。あれ大事ですよね。はい、だから見えるか。怖いですね。怖い。そういうことじゃないですね。この荷物のことですね。僕の後ろに置いてある。はい、はい。すみません。何でしょうかというお知らせを出してきましたね。伺います。ポップで独創的な作品がインスタでも大人気。国内外で活躍するイラストレーターチョコムー初の大規模展。JWEB 公演チョコムーエキシビション Our Secret Party Supported by WIZ 原宿8月13日から9月28日まで WIZ 原宿ホールで開催。新型コロナウイルス感染拡大防止のため入場制限を実施します。詳しくはチョコムーエキシビション公式サイトまで。岡田純一です。画家の三亀玲奈さんに質問です。存在しないものが見える作品とはどんなものですか？裁縫、再び訪れる旅で何を感じ取っているんですか？今自分に何を問いかけていますか？岡田純一が若き画家の才能と感性に迫る日曜深夜12時グロイングリードをお楽しみに。赤い羽共同募金はテレビや新聞のニュースで取り上げられない小さなことにも心を配って活動していきます。自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同募金。年度の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。J ウェブクリエイティオです。沖さんがね今日いろいろとあの袋に入れて持ってきてくださってるものは、はいはい、今日実はですね、まあ、最近手がけたバッグなんですけど、2つほどちょっと持ってきてまして、はい、まず1つ目はですか、ちょっと出します、はい、バッグを2つ、トートバッグみたいな違う、はい、メッセンジャーバッグ違うな。はい。これあのルートートさんっていうトートバッグの専門店があるんですけど、はいはい、あの何か新しいトートバッグを考えてみようということで、うん、はい、なんかリュックとトートのいいとこ取りってできないかなっていうところから考え始めまして、うんうん、やっぱりリュックってこう体に密着して荷重もこう肩のに密着して分散するので軽いし動きに、はい、なんですかね、荷物が暴れないので持ち運びしやすいよねと。なんだけどトートってやっぱりこう上が大きくバケツみたいに開いてて出し入れがしやすい。そうですよね。その2つの利点を活かせないかなっていうことで、ちょっとこうワンショルダーっぽくて本当にリュックの、あのストラップをそのままつけてるんですけど、あのバッグの本体部分がこうちょっと五角形っぽい形をしていて、不思議な形ですよね、はい、なので口は大きく開けるんだけど肩に背負うとこうピタッとこう体に沿うような形で、入り口は斜めになってるんですね。そうなんです、五角形だから。そうなんです、そうなんです。へえ。で、あのいろいろ入れても落ち着く、しっくりくる。そうなんです、そうなんです。でこれタスキ掛けで、先ほどまあメッセンジャーっておっしゃいまして、はい、そんな感じで
使ってもいいですよ、ワンショルダーで使ってもいいっていう、そういうパソコンとかも入りそうなサイズですね。結構大きいですよね。まあ、パソコンにもよりますけど、はいはいはい、なんだろう、 A4 は入る、入りますね、ノート入ります、入ります、そうなんです、そうなんです。で手前にちっちゃなポケットがあって、あの 500ml のペットボトルとか入るぐらいのサイズということ。なるほど、まあ、小物はそこから出し入れできるので、いいね、いいね、あ結構ありますね。そうなんです、そうなんです。なるほど、ルートートさんって前もやってらっしゃいませんでした？やってますね。なんかグッドネイバーズリスナーの方から、はい、なんか来てた時にチェックしてた、チェックしました。僕あの今でも犬をあれに入れて持ち運んでるんですけど、はい、あのルーパペットっていうデザインで、そのポケットの部分を裏返すというか、中をポケットを出すとそれが実はパペットになっていて、クマとかウサギとかいろんな種類がありますよっていうものなんですけど、僕だいぶ前にデザインしてそれをすっかり忘れてて、そろそろこれ汚くなったから洗濯に出そうかなと思って、ポケットなんかなんか入ってるなと思って、なんだこれと思ったら、あそうだそうだ、デザインしたやつだと思って何がいるんですか、焦りました、うさぎだったと思うんですけど、はい、なんだこれって思っちゃったっていう。やめてよ、面白いですね、いかんいかんと思いました。いかんいかん、はい、まあ、そんなルートとのもう新しいバージョン、数年ぶりにちょっと、はい、新しいのデザインしました、すごくでもいいですよ、持ちやすい、荷物多い人とかも、ね、肩に来るし、デザイン見たことないデザインですね。ちょっと写真を撮ったので後で番組のインスタとかツイッター見てくださいね。あともう一つは、はい、もう一つは、うん、あーかわいい、またフェルトの生地ですか。レザーとかフェルトとかいろんな種類があって、で持ち手が丸かったり四角かったりするんです、はい、まあハンドバッグなんですけれど、うんうん、これあれですよね、ポツンって、そうなんです、折りたたむ折り紙のような、そうなんです、そうなんです、はい、なので1枚の布でできていて、うん、なのでこれあのオンラインで販売しているイタリアのブランドでして、はい、なので極力その在庫の場所を取らないですとか、うん、あるいは配送コストを抑えてっていう、うん、大丈夫ですか、うん、ちょっと壊しそうだった、ね、いやいや大丈夫だと思います、うん、なのでシート状の状態で製造されて、はいはいはい、そのまま送って、うんうんうん、で、届いたらお客さんが自分でこうパチパチと組み立てるとバッグになりますと。で使ってない時はまた平らにしてしまっといてくださいっていう、そのオンラインがゆえのデザインみたいなことでデザインさせていただいて、カバンも悪くならない、形が使わない時はね、まっすぐにしておけるっていうのもいいですね。かわいいですよ、すごく。これもあのでも上から小さい小さいバッグでもしっかり中が見えるような、そうですね、確かに、うん、それはそういう、まあ、あの理由があって、これはあの、はい、アップトゥーユーアンソロジーっていう若手の、うん、そのなんていうんですかね、起業家が作ったブランドでして、はい、イタリアなんですけれど、はい、これはあのいろんなデザイナーがデザインを提供してるだけじゃなくて、うん、一般の人もデザインをデザインが起こして自分たちで何かそういうオンラインでビジネスが始めれるっていう、うん、まあ、プラットフォーム的な考え方もあったりして、そういった何か新たな試みの一環ということで、面白いブランドだなと思ってデザインさせていただいたんですね、いやいや、かわいい。あれ、これは日本でも、あ、なのでイタリアの多分サイトで買ったら普通に送られてくるんじゃないですかね、うん、ですよね、うん、ですね、ほうほうほう、じゃあちょっとあの見ていただけるように、はい、後で情報をください。はい。なんでまあ同じバッグでも全然アプローチが変わると、はい、こういう何か新たな機能を生み出すっていう考え方の、うん、まあ、ものがあってみたり、どうやって作られて、どうやって送られて、お客さんの手元にどうやって届くかみたいなことを考えてデザインされたものっていう、同じバッグでもやっぱりアプローチが変わると全然最終的な成果物が変わるなっていう例ですかね。大木さんのカバンは割と肩にかける、あのトート型、トートではないか、トート好きですけど、最近本当に荷物持ち何が入ってるのかなと思って、奥さんほとんど荷物なさそうだ、そうなんですよ ね、うん、カバンをいじってる様子も見たことないけど、来る時に持って帰る時に持って帰る、あのあれですかね、あの、うん、手ぶらで、まあ、なんか40過ぎて、うん、手ぶらで歩いてるとちょっとなんかなんか変な目で見られないかなって、大丈夫かなこの人みたいな目で見られてそうだなっていうことで、なんとなく何か持ってるとこう様になるじゃないですか、何かをしてるように見えるというか、何かが入ってそうに見えるかなっていうことで空のカバンを持っていることはありますけどね。パフォーマンスで、そうですね、ね、カバンですね、ちょっとでもいろんなカバンこれまでもねデザインされてますけど、じゃちょっとニュー
デザイン最近のカバン、はい、素敵です、素敵、ぜひぜひ見てみてください。はい、dimension.